皆さんこんにちは、たくみです。今回の動画はキャニオンの新型のエンデュレースを紹介したいと思います。今回のエンデュレースは一味違いますよ。キャニオンのエンデュランスバイク、エンデュレースは2014年に初めて発売されました。エンデュランスバイクというのはどういうバイクかというと、こうレースを速く走るためというよりも、いかに長距離を快適に走れるかというのを目的に開発されています。なので、フレームのスケルトンが若干ね、高めに設定されて、こうハンドルが高くなっていたり、タイヤやシートピラー、サドルなどでいかに快適に自転車に乗れるようになっているかという工夫が随所に散りばめられています。そして今回発売される新型のエンデュレースには、今まで最上級クラスだった CFSLX のさらに上の CFR というモデルが追加されました。この CFR、 皆さんはもうご存知かもしれませんが、エアロードやアルティメットにはもうすでにある CFR ですね。この CFR 何かというと、キャニオンファクトリーレーシングの略で、キャニオンがサポートチームにバイクを供給して、そのレースで培ったテクノロジーを随所に使っているという意味です。それではここでこの新型エンデュレースの細かいところを見ていきましょう。まずはフレームです。このバイクはエンデュランスバイクなので、ハンドルが高く設定されています。レーシングバイクのエアロードやアルティメットと比べると、スタックハイトが約3センチ高く設定されています。そのためかなりリラックスしたポジションで乗ることができます。次に特徴的なのはこのシートピラーです。この二股に分かれたシートピラー、これどんな効果があるかっていうと、すごいしなるんですよね。このしなりで地面からの衝撃を吸収して、かなりお尻も腰も楽に走ることができるんですよ。これ実際押してみると本当にグワングワン曲がるの分かるんですけど、かなりしなります。エンデュレースのもう一つの特徴として、この広いタイヤクリアランスがあります。まあ、標準でフロント 30C、 リア 32C が付いてるんですけど、これ最大 35mm まで付けることができるんですよね。なので、まあ、太いタイヤ入るんで、空気圧を下げてかなり衝撃も吸収することができるので、まあ、楽に走ることができる仕様になっています。まあ、従来までは 32mm までしかはまらなかったのが35になったことで、まあ、より太いタイヤ、まあ、例えばグラベルのタイヤとかもはめることができるので、まあ、そういう新しい使い方もできるんじゃないかなと思います。そしてこの新型のエンデュレースに新たに設定されたものの一つとして、まずこのハンドルがあります。このハンドル CP0018 エアロコクピットというハンドルは、今まではレーシングモデルのエアロードやアルティメットにのみついていたものなんですけれども、今回からこのエアロードにも搭載されることになりました。そしてこのハンドルの特徴として、このハンドルの下についているネジを緩めてつけるだけでハンドルの幅を変えれるというところです。このハンドルの幅を変えれるっていうのはどんなメリットがあるかなっていうと、例えば速いスピードで走りたい、こうエアロを感じたいという時は、まあ狭くしてゆっくり走って、ダートとか、ね、荒れた道も走りたいなっていう時はちょっとハンドルを広くしたり、まあ、そっちの方が安定するんでね、そういうふうに常にこうね、ハンドルの幅を変えるっていうのがあるんですよ。あとはこう飛行機とかでこう輪行する時に箱に入れる場合、このエアロ一体型のハンドルだとこう曲がんないとかね、ステムがこうね、ハンドルを巻き込めないとか、そういうのがあるんですけど、こうハンドルのこの端っこを外した状態で入れることができるんで、よりコンパクトに梱包することができます。そしてこのハンドルのもう一つの特徴としては、コラムカットをせずに 15mm の高さの調整ができるということです。今これは一番低い状態になってるんですけど、ここにさらに 5mm と1センチのコラムスペースがあるんですよね。これをね、付け替えたりできるので、まあ、見た目かなりすっきりした状態で乗ることができます。そしてこれは今回最大の特徴になると思うんですけど、キャニオン初の内蔵ストレージがトップチューブについたことです。
このトップチューブの蓋を開けると中にポーチが入っていて、その中に携帯ツールや CO2 ボンベ、チューブレスのリペアプラグが入っています。これだけ一通りの道具がトップチューブに入っていれば、まあ、サドルバッグを廃止できたり、ツールボックスをボトルの代わりに入れてる人も、まあ、ボトルをもう一本追加できたり、まあ、サドルバッグの代わりにリンク袋をつけたりすることができるので、こう走りの幅をね広げて使うことができるようになると思います。今回はキャニオンの新型エンデュレースについて見てきました。先ほども説明したんですけれども、タイヤの幅を変えることができたり、ハンドルの幅もね簡単に変えることができるので、さまざまな環境に対応した万能なバイクに仕上がっていると思います。そして今回追加されるのは CFR というモデルと CFSLX というモデルなんですけど、小さいサイズが2つ追加されました。今までは XS からだったんですけど、 3XS、2XS というモデルが追加されたことによって、身長が一番小さくて152センチの方から一番大きくて204センチの方まで乗れるので、たくさんの人に対応したバイクになっています。で、まあエンデュランスバイクなんで、みんなノロノロ走るバイクなんだろうとちょっと思っちゃうかもしれないんですけど、そんなことはなくて、スイスサイドとの協力でエアロ性能がかなり高いので、長距離を早く快適に走れるバイクに仕上がっています。キャニオンといえばエアロード、アルティメット、そしてこのエンデュレースなど様々なバイクがありますが、あなたならどれを選びますか？そしてこのトップチューブのストレージ、何か入れてみたいものがある方はコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。